ということで、めでたく俺と彼女は付き合うことになりました。あの、まだ何も説明されてませんよ。なんか照れくさくて。おう、憎いな、若い奴らはよ。あいつでもノリズキ先輩でもなく、なぜ俺の背中を叩く。というかノリズキ、いつの間に。海に行った日の夜、美咲ちゃんのいる前で彼女誘ったでしょ。あの後に浜辺に出て告白したんだよ。ああ、なんか素敵ですね。あの、おめでとうございます。ありがとう、久我くん。ああ、だからね、みんなに言いたいことがあったんだ。なんすか？彼女に手は出さないでねっていう、牽制？こうやって男ばかりの大所帯だと心配だから、先にはっきり言っておこうかなって思って。わざわざそんなことしなくても、先輩の彼女なのに手なんか出せるかっつーの。なのに。はいはーい、俺からノリズキに一つ質問があります。却下していい？そんなに寂しいこと言わないでよ。じゃあ聞くけど、何、美咲ちゃん。ノリズキはこれからどういう恋愛していきたいですか？先生、教師がそういう俗っぽいこと先陣切って聞きますか？ああ。そうだな。俺は付き合ってる相手には尽くしてあげたいって思うよ。うん、何か俺にできることがあれば手伝ってあげたいし、彼女の喜ぶことをたくさんしてあげたいんだ。それで最終的には俺と付き合ってよかったなって思ってもらいたい。それが俺の理想で目標。ねえ、分かってる？その対象がスガちゃんなんだよ。もう、君ってば可愛いな。今日は運よく朝一番に君の顔を見たりもできちゃったし、いいこといっぱい。のろけなら他でやってください。のろけてないよ。だいたいこのネタ振ったの俺じゃないし。天然か、また立ちの悪い。まあなんだ、確かに俺から振ったネタなんだけど、さすがにこれ以上はこいつらがかわいそうだからやめてやろう。僕はもっと聞きたいです。そうだな。おい、今何時だ。こりゃマジ悪いけど俺やってるぜ。かけらもないよ。あ、ねえ美咲ちゃん、
先輩は一体どこに行ったの？ん？ああ、そういえば今日は師匠に呼び出されてるとか言ってたな。ま、戸上のことはいいとして、お前らも早く朝飯食っちまえ。俺を混ぜてくれないならイチャつき禁止。ああ、これから毎日この光景か。もしかしてまだ眠い？そう？それならいいんだけど、なんだかぼんやりしてたから気になっちゃって。え？特別なこと？ごめん、改めてやっぱり可愛いなって思っちゃって。大丈夫だよ、心配しなくても。うん、というかそういうのは男が全部エスコートするものだし、だから君はいつもの君でいて。そうしてって言っておいてあれだけど、むしろ俺がちゃんとできるか心配かも。え？ありがとう、大好き。例えばこれから行くところまだ行ってなかったよね。あのね、実はゲームセンターに前世占いができる機械が入ったらしいんだ。それを一緒にやりたいなって。だよね。よかった。うん、いつか君とデートができた時のためにっていろいろ調べてたからさ。せっかくのデートだもん、楽しんでもらいたいからね。ああ、見えてきた、早速行こう。はい、どうぞ。つなぎたいなって思っちゃった。ダメ？素直に握ってくれたね。うんうん、ない。
がそうだね。ああ、そっちじゃなくてこっちの赤い椅子がある方だよ。これって定期的にゲームの中身入れ替わるらしいよ。で、今はいろんな占いが入ってるんだって。うん、そうらしいよ。ねえねえ、早速君からやってみて。って、あれ、これ相性占いもできるみたい。ねえ、前世占い終わったらこっちもやろう。楽しみだな。はい、どうぞ。俺だって初デートで女の子にお金出させたりするほど野暮じゃないよ。ね、俺に甘えて、スガちゃん。どういたしまして。思わぬところで君の情報をゲット。うん、誕生日と血液型、それに星座も。うん、それは分かってるよ。でもなんとなく改めて聞くのって気恥ずかしかったから。結果が楽しみだね。お、早い、もう出た。はい、どうぞ。ね、ねえ、なんて書いてある？三日月も？細かいこととかは？三日月もって確か微生物だっけ？池とか田んぼに住んでるんだよね。三日月もってなんだよ。まんまじゃねえか。お前、三日月もってねえよ。ああ、どうも。というか、羽村君、笑うのはよそうよ。え、ちょっとなんでいるの？カエリーナタンのぬいぐるみが欲しいっていう羽村君に僕と広瀬君が誘われました。何あっさりバラしてんだよ。ハムオらしい理由だね。あの、先輩たちはこの前世占いをしてたんですよね。そうだ、三日月もマジでなんで微生物。ちょっと、さっきからなんで彼女のこと笑ってんの？ねえ、ちょっと何マジになってんすか先輩。この程度のことで。この程度でもどの程度でも、俺はスガちゃんのことで笑われたら怒るの。覚えといてよね。いいの。自分の大切な彼女のこと
悪く言われたら誰だって怒るよ。君、のりづき先輩にとっても大切に思われてるんだね。とりあえず話の流れ変えるか。ああ、それで占いですけど、先輩の結果はどうだったんですか？俺はまだやってないよ。おう、そうだね。じゃあ俺も、あった。これでよしと。あとは印刷を待つだけだね。ん？どうしたの？そう？それならいいけど。ねえ、君が微生物なら俺も微生物がいいな、なんて。しかし先輩の方、印刷に時間かかってるみたいですね。いや、エラーみたいだぞ。画面に表示出てる。あ、本当だ。どうしよう、とりあえず店員さんを。ああ、それなら俺呼んできますよ。大丈夫。ごめんね、みんなに迷惑かけちゃった。いや、別に先輩のせいってわけじゃないっすよね。はい、たまたまというかタイミングが悪かっただけです。ありがとう、みんな。どうしよっか。直すのに少し時間がかかるって言われちゃったし、ハムオたちと一緒にクレーンゲームする？それって俺と二人きりでいたいってこと？ああ嬉しいな。ああ、そっか普通に考えたらそうだよね。やっぱりこっちも基本情報は入力するみたいだね。まずは男の方から。だから俺だね。名前は俺の手元に何かある？それじゃあ何をそんなに凝視してるの？え？嬉しいな。それって君も知りたいと思ってくれたってことだよね。だったらプレゼントに期待しちゃうよ。わあ、
じゃあすっごい期待しちゃおうっと。あ、印刷始まったみたい。80% かな、 90% かな、それとも 100% だったりして。ん？何これ 59% って、なんか高くもなく低くもない感じが、すごいモヤモヤする。なんだよ、もっと高くてもいいのにな、期待してたのに。ね、そうだね、むしろ 120%、 うんうん、 200% くらい目指さないとね。え、ああそうだったんですか。ああはい、ありがとうございます。占いの結果も渡してくれたよ。もっと深刻な原因だと思ったら、ただの陽子不足だったみたい。それは帰りながらにしない？結構長いしちゃったし。おお、本当だ。俺たちに気を使ってくれたのかな。ほら、俺たち今日デートだから。なんだかそう考えるとちょっと恥ずかしいかも。それじゃあ帰ろうか。行こう。